この先に待つのは聖主カノヌシとアルトリウス様。とても奇妙な感じがします。世界を敵に回して神様を斬りに行こうなんて、まあまともじゃねえよな。それもそうなのですが、一番驚いているのは自分の中にこんな劇場があったことです。そうね、あんたはこの中でも飛び抜けて頑固で意志が強いと思うわよ。褒め言葉として聞いておきます。そうでもなければライフセットと契約することなどできなかっただろうな。僕がこうやって広い世界で旅ができるのはエレノアのおかげだよ。ありがとう。お礼を言いたいのは私も同じですよ。まったくボーンはこのひねくれどもの中によってよくぞここまで素直に育ったな。僕もそう思う。自分を褒めてもいいかなって言うようになったじゃないか。ベルベットが名前をくれて、エレノアが器になってくれた。アイゼンとロクローが生き方を教えてくれて、マギルーはいっぱい驚かせて笑わせてくれた。だから僕は今ここにいる。それが嬉しいんだ。僕は何かないんですか？グリモ先生には古代語を教えてもらって、ビエンフーには特にないかな。ビエーン！ソーバッド！嘘だよ。ビエンフーにはめげないことを教えてもらったと思う。ライフィセットソーグッドです。さてさて、こっちの盛り上がりに合わせて敵の殺気もぐんと高まってきたようじゃぞ。この先は何があるかわからない。気を抜かずに行くわよ。うん。